こんにちは。チャートマスター根崎ゆきです。今日は4月の16日月曜日、ウェブセミナーロンドンセッションやっていきたいと思います。よろしくお願いします。何かわからないことありましたら、こちらのチャットの方までいただけると、質問答えますのでよろしくお願いします。チャットを開きますね。ちょっと待ってください。チャットはこれですね。こんなメールが来てると思うんですけども、こういう、チャートマスター、ウェブセミナー詳細っていうのがあるんですけども、まあこういうメールが来てると思うんですけども。で、この中にチャットがありますので、わからなかったらこちらから質問してください。で、いつも通り、まずニュースの確認からしていきたいんですけども、ここ、チャットに載ってる、この羊飼いさんの、ニュースの確認サイトですか？これ見ながらやっていきたいんですけども、今日小売売上高があるのかな？今日夜の9時半からありますね。ちょっと。よいしょ。ありますので、まあ今夜は動くんじゃないかなと思うんですけども、まあ、チャートの方一緒に分析していきたいと思います。まあ、鬼ヶ島も結構、もう100人ぐらいかな。もうそろそろ100人ぐらいの方にご覧いただいてるんですけども、すいません。ご覧いただいてるんですけども、ありがとうございます。で、もうすぐ、まあ、最初の、3月25だったかな。に発売して、まあ、その方たちはもうすぐ1ヶ月経つと思うので、これからも鬼ヶ島トレードしたいという方は、まあ、MT4 でもできるんですけども、それよりもまあ、勝ってなかったり、初心者の方はこのままチャートマスター、私、根崎ゆき、そして他のチャートマスターのメンバーと共に、為替の勉強していっていただけたらなと思います。チャートマスター正規会員というのがありますので、まあ、月謝が2万5000円毎月かかるんですけども、その分のサポート、まあ、こういうウェブセミナーとか、質問も、まあ、何でもわからないことは僕たち解決しますので、もしよければぜひ、会員になって利益を上げていきましょう。さあ、そんなわけで。早速チャートを見ていきたいんですけど、まず TJK ですよね。TJK やっていきましょう。そうだ、その前に、ニュースの確認もう一個進むの忘れてました。一応今週全体の流れというのを見ておきたいんですけども、これ Forex Factory という僕2005年ぐらいからずっと使っている、証券会社のアメリカですね。イギリスかな？アメリカだな。の、サイトなんですけども、これ色分けされてるんですよね。で、赤が一番重要。今日のリテールセールスもそうですよね。小売売上高もそうなんですけど、赤。よく動くよっていうニュースですよね。で、その後オレンジ。で、黄色っていう、まあ色で、まあ、PA チャートと一緒で色ですぐ分かるので、このサイト僕は使ってるんですけども。で、これでパーッと今週の流れを見ていくと、まあ結構赤いですよね。何があるんだろう。ジャーマン。なので、まあ、今週も動くんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そうですよね。まあ、今週も動きますと。いうことで、そうですね。チャートを見ていきたいんですけど、その前に、一つだけ、もう一個だけ。SNS ですよね。SNS 一緒に見ましょう。チャートマスター、SNS。で、これも、まあ、鬼ヶ島が購入された方も、この SNS にご参加していただいていると思うんですけども、チャートマスターメインでやっぱりここでこの SNS というチャートマスターだけの集まりがあるんですよね。コミュニティといいますか。で、このインターネット上のこのサポートサイトにて、皆さんにからの質問だったり、皆さんのこういう日記だったり、そういうのにを見てコメントさせていただいたりしています。例えばこうやってコメント、僕が日記書いたんですよ。根崎ゆきが日記書きましたと。で、こういうのこういうことありましたよ。で、こうやってコメント書いたりできるんですよね。はい。で、その中に、この、あそこもうちょっと上かな。このタカシジャックナイフ、TJK。TJK っていうのがあるんですよね。TJK っていう今からやっていくシステムなんですけども、この説明書がありますので、ぜひこのサイト見てください。鬼ヶ島。鬼ヶ島も教科書だったと思うんですけども、この TJK っていうのも教科書がありまして、こちらは、
まだ無料で配布していますね。無料で配布しているので、ぜひこれ読んでおいていただけたら、もうこれも本当は、まあ鬼ヶ島も3000円じゃ僕はすごく安いなと思ったんですけど、まあそんなことも、まあそれより多くの人に見てもらいたかったっていうのがあるんですけど、まあ、TJK もそんな感じです。すごく、いいものですね。チャットマスターの副社長のササッチ、が作ったんですけども、ぜひこれ読んでおいてください。ここクリックすると、こっちか。こういうダウンロードサイトに行きますので、ぜひ見ておいていただけたらなと思います。こんな感じで TJK っていうのがありますので、こんな感じで。で、まあそのシステムの、トレードロジック、トレードルールか、も載っていますので、それを見た上でこの TJK というお話をしています。皆さんがこれ見た前提で話させてもらってます。というわけで、まあ前向きが長くなりましたが、TJK 早速見ていきたいと思います。で、この TJK っていうのは何、どんなシステムなのかなと言いますと、まずこのポンド円ですよね。もともとこのポンド円の240分チャートで作った、システムです。で、なぜこの240分チャートかなというと、やはりサラリーマンの方が、サラリーマンの方が日本は多いわけですよね。トレーダーの方。仕事をやりながら、トレードしている方だったり、その主婦の方だったり、まあ、時間の合間を縫って、トレードするという方が多いと思うので、この4時間に1回見ればいいというシステムを作りました。で、このシステムのルールはとても簡単で、まずダイヤを見るんですよね。赤ダイヤだったら売り。で、赤ダイヤが出ている前の高値と安値ができたらそこからフィブを引くっていう、フィボナッチですよね。フィブを引いて、トレードしていくっていうことなんですけども、まあそれは詳しいルールは、そのさっきの説明書をご覧いただきたいんですけども、まあ、分かった前提で話していきます。で、まあ、今の状態だと、この赤ダイヤ出て高値も決まっているんですけども、安値がまだ確定しないわけですよね。で、この安値っていうのは、安値が切り上がっていることと、あと、緑のキャンドル、陽線ですよね。これが確定して初めて安値だと言えるわけなので、まだ緑のキャンドル出てないですよね。なので、この安値が確定して、次緑のキャンドルが確定したら、フィブ引いて、そこからエントリーですよね。そのフィブを割ってきたらエントリーという感じです。まあ、こんな感じでどんどん行きたいんですけども、続いてユーロカナダですね。ユーロカナダの240分。ちなみにこの PA チャートの正規版、まあ、正規会員の方はこの TJK も9つの通貨、もちろんもっと増やせて、まあ、21通貨まであるんですけども、私たちは9通貨、僕たち9通貨に絞ってるんですよね。で、さっきのポンド円が一番良くて、次がユーロカナダ、ユーロポンドっていう順番になってるんですよね。成績、そのずっと成績を、積み重ねてきた結果ですよね。2007年、8年ぐらいからやってますけど。はい。あ、そうか、これ音は聞こえないんだ。ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。音の音が聞こえないと。あ、よろしくお願いします。ハルさん、よろしくお願いします。さて、それで、そう、赤ダイヤですよね。で、今、ユーロカナダの今を見てみると、赤ダイヤが出ていると。で、これ、鬼ヶ島の方、PA ライト、お試し版の方は、ユーロカナダ多分見れないんですよね。見れないはずです。見れるのがユーロドル、ドルフラン、ドル円、ポンドドルかな。このメジャーな4通貨ですよね。ポンド、ユーロ、ドル。ポンド、ユーロ、ドル、円ですよね。この4つを入れてるんですけども、そうするとこの、まあ、TJK も一応できるんですけども、推奨通貨ではない。ドル円だけですよね。あと、ポンドドルもいいかなぐらいなんですけど、まあ、どんな感触か確かめてもらって、まあ、こっちの正規会員で本気でトレードしてもらうという感じなんですけども、赤ダイヤが出てますと。こことフィブ引いて、あとここですよね、安値が。なぜなら安値は切り上がってますよね。これ拡大すると、安値が、ここですよね。安値は切り上がってる。で、しかも緑のキャンドルが確定している。ということで、安値ができました。というわけで、ここを高値。さっきのところを安値としてフィブを引くわけです。で、このフィブを1ピップでも割ってきたらエントリーなんですよね。なので、
まあ、この状態、この状態でもうエントリーオーダーを入れられるわけですよね。入れられるわけです。で、エントリーオーダーというのはこの、安値。左下ご覧いただくとピンクの四角で、4月12日、ロー、1.3104 と書いてありますので、1.3103 ですね。にレートが来たらエントリーするというオーダーを入れておくというわけですね。で、エントリーオーダー入れて、ストップは780、786だ。786に入れて、で、今度はリミットなんですけども、一つが270、で、一つが1でしたよね。なので、二つとも決済されているというわけです。なので、今、ユーロカナダはもうエントリー5ですよね。エントリーが終わった後です。なので、またサインが出るまで待ちましょう。ということで、まあ、プラス決済。どんだけ勝ったんだろう。ちょっとそれも見ておきましょうか。03ですよね。こっからエントリー、03。で、84ですから、まず一つは、まあ、19ピップ。で、その後は786に当たって、618ですよね。ストップ下げてきて、618に当たったので、これは60ピップ。いや、もっと少ないな。45ピップ。なので、合わせてまあ60ピップぐらいですよね。のプラスのトレードができたというわけです。それでは続いて、ユーロポンド行きましょう。ユーロポンド。ユーロポンドは、もう見るからに全然もうレンジですよね。で、レンジの判断としましては、この黒いキャンドルが3本続いてる。これもトレードできないですよね。で、この緑キャンドルが出て、安値高値でこれフィブ引きますけども、エントリーになってないですよね。エントリーになる前にもうキャンセルですよね。エントリーをキャンセルしているので、まあ、とりあえず今ユーロカナダはなし、ユーロポンドか。ユーロポンドは今エントリーなしということですね。まあこれはどちらかというとまた後でやりたいんですけども、その裁量トレードよりですよね。裁量トレードの方で今面白い場面にあるのかなと思います。で、だけど先週のサインが出たままですね。この先週のこの赤いダイヤでフィブ引いて高値ここで、安値この下で引いてエントリーしましたよね。で、270で1個、あ、これもう終わったのか。1個決済されて1個ストッププラマイゼロで終わりでしたね。まあなのでこれどんくらい取れたんだろう。これも多分20ピップじゃないですかね。61。そうですね。25ピップ取れていたというわけですね。で、当たり前なんですけども、チャートマスターの大前提としまして、3% から 5% 以内のロスカットというのを必ず設定してもらっています。で、この中にはきっと、稼げないとか負けてしまった、退場してしまったという方が、まあ、少なくとも、いると思うんですけども、そういう方たちは、この、ロスカットですよね。投資の基本と呼ばれるこのロスカットとかポジションサイジングっていうところに重点を置いて学んでいった方がいいと思います。それがないとやっぱりこの、トレードでは成功はできません。だから退場したわけですよね。で、それはあんまり教えないわけですよね。日本では。はい、これは私のブログなんですけども、勇気にまたたびっていうブログで、このチャートマスターの項目に書いておきましたので、ぜひ読んでいただきたいんですけども。チャートマスターかな?チャートマスター。チャートマスターの、FX で対象入れるかな?思い立った方がいいですか?あれ、削除されてる。おかしいな。これか。まあこんなふざけた写真は置いといて。まあこのですよね。投資の基本とアセットアロケーションとかリスクコントロールとかこういうこと書いたんで、まあ見ておいてほしいんですけども、勇気にまた旅なんでぜひ、これは皆さんの役に立つようなことを、役に立てればいいなっていうことを、まあ僕がやってきて、すごい役に立ったなっていうことを書いてあるので。で、まあ、本当は学生とか、その、会社辞めたいなとか、新入社員とかそういう人用に書いたんですけど、見てもらいたくて。はい。まあ、何せそのリスクコントロールっていうのが重要だよっていうことを言いたいんですけども。まあ、ドル円行きましょうか、ドル円。ドル円もそうですよね。今、サイン待ちですよね。
1120。まあこれももうストップにかかってますよね。ドル円先週の4月6日のサインが出てたんですけど、4月6日でフィグ引いて、4月10日か。先週、本当終わりぐらいですよね。木曜日とかかな。いや、もっと最初か。なんですけども、そのエントリーここでして、行ったわけですけども。まあ一つ決済されて、また同じく決済されて、まあ一つだけしかリミット届かなかったっていうイメージですよね、先週は。ほとんどすべて。まあそれでもこっちは30いくつ取れてるんですけども、まあまたサイン待ちですよね。今度この赤ダイヤでこんな感じですよね。でこの安値割ってきたらエントリーという感じなんですけども、はい、あこれじゃないか、大丈夫ですね。動きが早いでしょうかね。今チカチカしちゃうかな。それでは続いて OG 円ですね。ここまでとりあえずサインは出てません。ポン円、ユーロカナダ、ユーロポンド、ドル円ではサインが出ていなくて、ドル円でサイン待ち、フィブを引くのを待ちという状態ですね。で今度は OG 円、 OG 円はサインは出たのかな。出ましたよね。ここでまたエントリーしてますよね。でこれも同じくプラス決済なんですけども、まあ一つ目のリミットまでしか伸びなかったっていうイメージですよね。まあ勝ちはいいんですけど。まあこれ45ピップぐらい取れてます。で、またエントリー待ちですよね。エントリー待ちっていうかもう今エントリーしてるわけですよね。これでエントリーしてるわけですよね。見落としましたわ。これやってないな。エントリー私はできなかったですけど。まあこういうサインでエントリーですね。で、損切りは786ですよね。もうすぐ損切りにかかってしまうかなっていう感じで、さらにまた赤い台が出てますから、両立てできる方は両立てですよね。はい。理解両方やってくださって構いません。まあそんな感じが TJK なんですけども。まあこれだけの通貨ペア、とりあえず5つ、まずやっていただいて、まあ TJK どんなもんかなと。まあ先週は全部プラス決済ですよね。多分合計で300ピップぐらい取れてるんじゃないですか。うんうん。で、先々週も相当調子良かったですよね。先々週も300ピップぐらい取れてましたよね、確か。はい。なので、なかなか TJK が調子がいいと。いうわけで、続いて鬼ヶ島ですよね。いよいよお待たせしましたという感じなんですけど。皆さんもやってると思います。この鬼ヶ島トレードですよね。3月が、まあこれ2000、いつからだっけ ?2007 年とかからやってるんですけど、8年かな。相当成績はいいですよね。で、3月も13勝4敗とか、多分そのぐらいでしたよね。しかし、先週の調子が良くなかったわけですよ。先週はあんまり良くなかったですよね。やって、その鬼ヶ島発売して、このタイミングでドローダウン来るかって、まあ、ドローダウンって言ってもそんな大したことはないんですけど、負けちゃうかって思ってたんですけど、まあ仕方ないですよね。まあでもこれは勝ってるか。一つ勝ってて。これエントリーですよね。この縦線。エントリーですよね。縦線の始まり値からエントリーですよね。なぜなら、ボリンジャーバンドを上に突き抜けて、で、ちょっとルール書きましょうか。おさらいしましょうか。まずボリンジャーバンドを突き抜けてることですよね。この黒い線ですね。黒い線。これ今、チャートマスターって出てしまってると思うんですけど、これ、皆さん、ご自身のチャートでやると、ボリンジャーバンドって出てきますので、はい。で、ボリンジャーバンドを突き抜けて、上に突き抜けたら次、赤矢印ですね。赤矢印が出て、で、この T3 と呼ばれる水色の移動平均線ですね。これ、PA チャート独自のものなんですけども、これの下で、キャンドルが確定することですよね。終わることですよね。なので、ここからエントリー。ここですよね。エントリーして、で、ストップは矢印を含めた1、2、3、4本分の高値ですから、ここですよね。で、ストップがこれだと6、46ピップに対してリミットも46ピップ取りましょうよっていうことですよね。46だから20か、20。うまく合わないな。はい、ここですね。で、ここで決済されたと。で、これも重要なのは絶対守っていただきたいのは 3% から 5% っていうことなんですよね。
損切りが、もしこっちの上の線、損切りにあってしまっ、あったとしても、例えば100万円持ってたら3万円か5万円、3万円から5万円以内になるように、その、損をですよね。損を3万円から5万円以内になるようにしてください。っていうことなんですよね。で、面白いことがあって、多分これ知らないと思うんですけども、勝率 60% の場合、一番お金が増えるのが、ポジションサイジング。ポジションサイズが 20% の時なんですよね。で、これって面白いのが、勝率 60% の場合、10% かけるのと、例えば100万持ってて 10万かけるのと、100万持ってて30万かけるのだと、これ同じなんですよね。イコールですわね。これイコール。これとこれが同じなんですよ。つまり100万円持ってて10万円投資するのと30万円投資するのリターンが同じっていうことなんですから、30万円投資するのは嫌じゃないですか。多く投資したのにリターンは同じだったら少なく投資して同じリターンもらった方がいいですよね。っていう、こういう、なんですか、数学的なことがあるんですよね、トレードって。で、これを大前提にやっていかないとお金は増えるわけはないんですよね。なので、この、ポジションサイジングと言います。ポジションサイジングとロスカット。で、これっていうのは、ポジションサイジングとロスカットっていうのは、投資の基本と呼ばれるリスクコントロールのルールがあるわけですね。投資の基本。っていう6つのルールの中の2つです。他にも4つあります。っていうのを学んでいかなくちゃいけないわけですよね。で、これを知らずにやってるってのはもう自殺ですよね。仕方ない。退場したって仕方ない。ので、一緒に学んでいきましょうよっていうことですよね。他。例えば、これ負けトレードですよね。ここ。これエントリーしてるかな？してるんじゃないでしょうかね。これしてますよね。これ損切りですよね。ボリンジャー、あ、これ違うか。エントリーじゃないな。どっかで負けトレードがあったんですよね。これか。ボリンジャーバンド突き抜けて矢印出て T3 の下。この矢印確定のここからエントリーですよね。で、ストップここですよね。ストップかかりましたよね。残念。17ピップ。負けと。なので先週は確か1勝2敗とかそんな感じだったんですよね。今1勝1敗ですよね。まだなんか、もう1個負けがあった気がするんですよね。もう1個負けた気がするんですよ。これか。これですよね。エントリーここ、ストップここなんですけども、ボリンジャーバンド突き抜けて緑矢印で T3 の上ですよね。ちょっと見にくいですかね。大丈夫ですかね。で、ストップが32ピップ。で、まあ全然いかなかったですよね。で、ストップかかっちゃった。なので先週はトントンぐらいですよね。ピップ的にはトントンっていう感じでした。で、その時にもう一個見てほしいことがあるんです。きびだんごフィルターっていうのがあったと思うんですよね。で、フィルターっていうのはどういうことかっていうと、これちょっと日本語打てないで英語なんですけど、フィルターっていうのはこれ、そのエントリーの精度を上げていくものですよね。エントリーの精度を上げていくもの。まあ、やった方がいいですよね。フィルターっていうのは絶対かけた方がいいですよね。で、今の方、売りでしたよね。売りの方で、まあだからこれフィルターなかったわけですよね。フィルターなかったけど勝ったっていう。で、鬼ヶ島のその説明書を見てもらうとわかると思うんですけど、教科書か。この MA っていうのに支えられたら、240分チャートを見て、この鬼ヶ島っていうのは60分チャートでトレードするじゃないですか。でもその1個上のチャート、240分チャートっていう大きな動きを見て、MA で、ムービングアベレージ、移動平均線で止まっていたら、こうやって止まっていたらやめときましょう。下行くんだったら、上が支えられててサインが出たら行きましょう。上が MA で支えられてて、サインが出たら行きましょう。買いだったら MA 抜けて、もしくは下に支えられて、こうやって下に、こうやってが、こういうことか。こうやって支えられていたら、買いましょうということなんですね。まあ、このフィルターを入れるだけでも全然違うと思いますので、まあ、全然違うんですよね、結果が。なので、これも見ながら、やってほしいなと思います。で、鬼ヶ島のさっきこの前の動画にも撮りましたよね。確か鬼ヶ島の特典動画で、だったと思うんですけども、ちょっと話しましょうか。その投資の基本的な話なんですけども、例えば、
勝ったらプラス 10%、 やめた、勝ったらプラス 20%、 負けたらマイナス 20% っていうシステムがあるとしますよね。勝ったら 20%、 負けたら 10% っていうシステムがあるとします。で、このプラスっていうのを、例えばこれ 30% とか 40%、 もっとリターンが欲しいなっていうことで、このシステムに対してこのリターンを増やそうとするじゃないですか、皆さんきっと。もっとお金欲しいなっていうことで、20% じゃ足りない、もっとエントリーを精査していって、プラスを増やしたい。で、マイナス 10% と、プラスの、例えば 30% にしたいなと。っていうことをすると思うんですよね。でもこれってのは結構難しいわけですよ。まあ、今みたいにフィルターとかかけてやっていくし、これやった方がいいんですけども、これをやるよりは、マイナス 5% にして、プラス 20% のままにする。わけですよね。こっちは、下の方は、プラスを増やしたわけですよ。で、これってのは難しいんですけども、それよりも、このマイナスを減らすわけです。マイナスを。これっていうのは結構簡単なんですよね。エントリーするべきではない。しちゃいけない。しては、するべきではなかったところっていうのを削っていくわけですよ。っていうのは結構簡単なんです。っていう、この上で、レバレッジをかけるわけですよね。レバレッジを2倍にするわけです。X にしようかな。レバレッジを2倍かけたら、さっきの 5%、っていうのが 10% になりますよね。で、この 20% というのは2倍ですから 40% になる。まあ、つまり、リスクを減らして、そこにレバレッジをかけたら、おのずとリターンも増えてくるというわけです。で、っていうのを知らないで、やっぱりレバレッジとかもかけるじゃないですか。で、今日はもう投資の基本とかの話を結構したんで、一つ言いたいことは、やっぱりこのリスクをとことん下げましょうということなんですよね。で、まあ FX をやってると、そのリターンとか、そのレバレージとかっていう、その魅力があるから FX をやると思うんですけども、これっていうのはちゃんとした使い方をしないと、やっぱり、僕もそうなんですけど、皆さんと同じように退場してしまうわけですよ。これを知らなかったから僕も何度か退場しましたし、はい。それは仕方ないことですよね。誰も教えてくれないんだから。うん。まだ日本はあれですよね。投資、危ない。ダメ絶対じゃないですか。危険、怖い。そんなことやっちゃいけない。ギャンブルとかね。そういうレベルじゃないですか。だから誰もこれを教えてくれない。でもこれ教えてもらえれば、これを正しく使えばお金は増えるわけですよ。絶対。まあ多分絶対とか言っちゃいけないと思うんですけど、投資顧問持ってりゃいいのかな。結構投資顧問持ってると大きいんですよね。で、結構投資顧問持ってた人たちって没収されてますよね。まあ多分皆さんそれも知らないと思うんですけど、僕やっぱりそういう周り持ってる人とか多いわけですよね。この業界。でもやっぱりちゃんと残ってないわけですよね。こういうこと教えてないからですよ。リスクコントロールとか、自動売買のパラメータ売りましたとか、そういうことじゃないですか。普通の人たちやってるのは。じゃなくて、これを僕たちチャートマスター、そして僕の師匠のマネーセンスの浅田さんっていうのは、これを広めていきたいわけですよね。で、これは僕はその師匠の浅田修司、マネーセンスの浅田修司先生に教えてもらったわけですよね。はい、結構長々喋ってしまいましたね。あ、で、今、鬼ヶ島出てるじゃないですか。あ、出てないか。240分か。びっくりした。いうわけなんですよ。で、これから今からやっていくテクニカル分析っていうのは、もう一人の僕の師匠。アメリカの PA トレーダー本部のスコット・バークリーっていう先生がいるんですよね。彼に教えてもらったわけです。はい。まあ、とりあえずここまでに一回して、質問ないでしょうか。ここまで大丈夫でしょうか。結構だけどリスクコントロールとか調べると出てきますよ。はい。なので、結構ポジションサイジングとか、本もパンローリングですね。出てますので。まあ、興味のある方は。でも相当難しいですけどね。相当難しい本ですよね。そんな感じかな。まあ、次テクニカル分析やっていくんですけど、まあ、だいたい10分、15分ぐらいでやりたいんですけど、質問は大丈夫ですかね。いや、よく喋った。で、皆さんきっとこのブログっていうのをやっておくべきだと私は思います。こうやって、
まあ、ここ今、桃太郎さんばっかりなんですけど、あ、サファリさんもいるか。こうやって、マイフレンド、友達ですよね。友達がこういうブログ書いてますよっていうのもここで反映されますので、情報交換だったり、記録をつけたり、いいですよね。で、最近の、まあ、最近というかもう、チャートマスター印でしょ、印ですよね。勇気印。宮崎勇気公認っていうところでしょうか。チャートマスター公認とかそういう感じなんですけど、このザワさん、PA トレーダー2、アトマーク FX という方、いるんですよね。彼が相当頑張ってくれてて、頑張ってくれててっていうのもなんか変ですけど、頑張ってるわけですよね。で、これ8000回始めて13万とかすごいですよね。まあこれバイナリーオプションなんですけど。まあ彼のブログぜひ見てみてください。面白いですよ。実際のトレードの記録をつけて、点々とか TJK 鬼ヶ島とかね、いろいろやってますので、ぜひ見てもらえたらなと思います。僕のこの勇気にまたたびと共に見ていただけたらなと思います。はい。はい、それじゃあ質問内容なので、じゃあテクニカル分析やっていきましょう。まあ、いつも話すことなんですけど、テクニカル分析というのに僕は魅了されたわけですよね。で、もっと言うんだったらば、フィボナッチ、フィブだけに僕は魅了されて、この世界で食っていこうと、この世界でやっていけるなと思いました。それほどこのフィボナッチっていうのは僕にインパクトを与えました。で、このオレンジの線なんですよね。で、まあ、テクニカル分析も、これ慣れです。もう僕のこのやってることを見て慣れて、自分で真似してやってみるっていうところから始めてみてください。必ず結果がついてくると思います。で、今こう、青マス、重要なところを青マス引いて、この青マスなんてずっと前から引いてますよね。で、今、そうか、順を追って説明していきましょう。まず、ポンド円。デイリーチャート、日足ですね。っていうのを今見ています。ポンド円のデイリーチャート。で、ここで線を引いてみて、転換点を見ていくわけですよね。で、そこで引いたのがまずトレンドライン引きました。この緑の線ですよね。で、トレンドラインの引き方もあるんですけど、この MA を割ってきているところですよね。っていうところを点として取っています。こういうところから。から取って、これをブレイクしているわけですよね、今。なので今、売りの方向が強いよというのが今度はわかります。で、さらに上から、この上からピンク色の線を引いてみました。これワンクイックでこうパッと出てくるんですけども、この線見てみてください。ぴったり当たってますよね。始まりね終わりね、ヒゲがこう止まってくるわけですよ。で、これがフィボナッチです。今なんてちょうどこの HSI って言うんですけど、このピンクの線。の、これちょっと見にくいんですけど、S の6って書いてあるんですよね、ピンクの字で。S の6。で、今ぴったり止まっている。じゃあ今もし売っていたらここで決済をしたいわけです。もし、エントリーしていないんだったらここで反発を狙うか、もしくは抜けてきたら売り増しをしていきたいわけですよね。っていうのがこの線でわかると。まあ、つまり戦略を立てられるわけですよね。で、さらに同じような線を黄色い線と白い線を引いてるわけですよね。で、白い線はこの下から引いて、で、これも見てみると止まりますよね、こうやって。まあ、こういうのもそうですし、こういうのもそうなんですけど、こう止まってくるわけですよね。こういうのとか。こういうのもそうだし、これもそう。っていう風に使えます。これはもう芸術ですよね。で、これ白船誕生 FX。今はもう閉じちゃったのかな。チャートマスターだけで出してるかもしれないですけど、白船誕生 FX っていう教科書を作りました。まあこれテクニカル分析のお話なんですよね。で、このフィボナッチのその原理とか歴史とか使い方とかそういう、まあ、僕のフィボナッチを全部出しました。フィボナッチの知識をすべて詰めました。そのまあスコットに教えてもらったことですよね。そのアメリカの師匠のスコットに教えてもらったことを書いたわけです。で、あとはまあトレンドラインとかサポートレジスタンス。まあこのテクニカル分析僕はこの3つでいいと思っているので、この3つを書いたわけなんですけども。はい。まあ、これはもう自然の摂理なんですよね、フィボナッチっていうのは。まあ、ここからまたもう一本引いて、こうやって当たっていくわけですよね。で、絶対これが使われるわけですよ。
じゃあ、例えばこういうところに当たって赤ダイヤ売りでしたよね。で、この横線、これホリゾンタルモメンタムインディケーター、HMI っていうんですけども、これも赤線になった。インパクトが増えたわけですよね。大きくなった。勢いが増えた。じゃあ、ここからエントリーですよね。MM 赤、MA の下。じゃあ、エントリーですよね。じゃあ、どこまで売ろうか。ここまでですよね。跳ね返った赤ダイヤ出た。MA の下。横線緑だなと。まだダメだ。赤くなったエントリーですよね。どこまでか。ここまでですよね。っていうことの繰り返しなんですよね。っていうのを作りました。白船ですね。白船で作ったんですけど、まあ僕大体これ、毎週月曜日これやるので、まあこれ見てたらわかるんじゃないかなと。で、もっともっともっとやりたい人はその白船、読んでいただいて、はい。前作黒船だったんですよ。あれは2007年ぐらいかな。2007年ぐらいに出したのが黒船で、黒船来航と黒船再来っていう教材出したんですよね。で、合計3500人ぐらいの方にご購入いただいて、まあこんなの見たことないよっていう感じのお声が多かったんですけど、フィボナッチ面白いねっていう声が一番多かったですね、やっぱり。面白いっていう声をたくさんいただきました。まあそのバージョンアップ版ですね、白船は。はい。で、まあ分析をしていきましょう。で、今じゃあこの黄色い線、白い線、ピンクの線っていうのを引いてみました。で、トレンドラインを引いてみました。で、それが重なっているところですよね。重なったところにこの青マスを引くわけですよね。ここだったら黄色と白が重なって、まあ近いですよね。なので、じゃあこのエリアっていうのは強いよ。で、その下の青マスもそうですよね。このピンクの線と黄色の線が重なっているわけですよね。なので、ここが強いよっていう風にこうやって引いていくわけです。で、そうやって見ていくと、これちょっと見にくいんですけども、こうやって、一回下がったんだけど、こう戻ってきますよね。で、ここで止まって、青マスで止まって売りだと。で、またこれも白い線とピンクの線が近いので青マスを引いたわけですね。で、そこに当たっていると。で、今止まっていると。で、この今、その下はこれ白と黄色とピンク全部ありますよね。なので、このエリアが強いよということですね。で、このエリアが強いよっていうことで、例えば、まず黄色に当たった。で、ヒゲだけこのピンクに来て、終わり値は黄色でぴったりで止まった。で、さらに抜けてきて白でヒゲが止まった。っていうような、そういうパターンが考えられるわけですよね。はい。なので今の状態としては、まあ、この青マスを下に抜けてきたら再度売りですよね。でも逆に今、買いのサインが出たら買いですよね。反発してますから。っていうのがこのポンド円のデイリーチャートでわかるわけですよ。これだけのことがわかるわけです。で、使ったのはたった1本、2本ですよね。HSI っていうフィボナッチとトレンドライン。この2つだけでわかるわけですよ。まずトレンドラインで今どっちのトレンド方向なのかなっていうのがわかって、さらに HSI でじゃあ壁がどこにあるのか、どの壁を目指していけばいいかっていうのがわかるわけです。で、今度は240分チャートに来てみました。1個下に下げてみましょう。これ逃したな。残念でしたよね。今日の朝かな、これ。今日の朝ですよね。何を逃したかと言いますと、まず、青マスに当たってますよね。青マスに当たっていて赤ダイヤ出ましたよね。で、MA も赤で、キャンドルも赤ですよね。じゃあ、こっから売りたかったですよね。確定した時から。で、この青マス、まあ、HSI まで売りたかったなっていうことですね。で、今もう決済しているときですよ。で、今からじゃあどうしよう。反転を見るのかなっていう状態ですよね。で、まあ、オートマチックトレンドライン出てますけど、まあ、この赤いトレンドラインですよね。このトレンドラインを上に抜けてきたら今度は買いだよっていうことがわかります。はい。そうですね。まあそんな感じじゃないでしょうか。で、先週はこんな感じでしたよね。先週の復習ちょっとしましょうか。じゃあまずブログ見なきゃ。ブログ。
これ PA のアメリカの本部のブログなんですけども、まあ、PA のサイトですよね。この中にチャートパターンがあるんですよね。チャートパターン。いや、こっちから見た方が早いですね。SNS 行って、コミュニティ見ましょう。コミュニティ。で、コミュニティに、チャートパターン、これですね。はい、この中のこれですね。これか。で、ちなみにこの売買ポイント探索コミュニティっていうので、ほぼ毎週、大体毎日、できれば毎日ぐらい書いてるんですけども、その、本日の相場、動きがあった相場の、分析ですよね。これからこうなるでしょうっていうことを書いてますので、ぜひ見てみてください。結構皆さん、チャートマスターの会員になるとやることいっぱいありますよ。すごくいっぱいやることある。で、これはできれば1年は見てほしいですよね。1年かけて吸収して、自立してほしい。っていうのが私たちの狙いです。で、また今カリキュラム作ってますので、またそちらもできたら、はい。また面白いの作ろうと思ってるんですけどね。で、このチャートパターンを今見たいわけですね。チャートパターン見ていきましょう。で、先週このパターンがあったわけですよね。ポンド円が上がってきて、上に当たって、下に当たって、上に当たって、下に当たって、上に当たってっていうのがあったわけですよ。で、これさっきのチャートパターンに照らし合わせてみると、上がって、上に当たって、下に当たって、上に当たって、下に当たって、上に当たって、じゃあこの安値を割ってきたらドーンで下がるぞっていう、いわゆるトリプルトップっていうチャートパターンなんですよね。トリプルトップ。で、これを書いてたわけですよね。この SNS ってそういう時に使うんですけど、トリプルトップかっていう、この4月5日に書いてたんですけども。で、こういう画像を載せて、まあ、1回、2回、3回当たってますし、1回、2回でこの安値をトライしてきてるわけですよね、今。で、この時に僕、根崎勇樹の日記では、こういうサインが出てきました。これも売りですよっていうことを書いていくわけですよね。書いていってたわけですよね。はい。なのでこの SNS っていうのを見てほしいんですけども、締め売り。売りサインですよね。4月5日、その後売りサイン出たよ。で、その後にまた、さらに下がった後に、押し目売りのチャンスも来たよ。っていうことを書いてあるわけですよね。まあ、これ朝の4時ですよね。朝の4時。まあ、どんだけ早起きなんだよっていう。本営240分トリプルトップかっていうのと、その12時間後ですよね。売りサイン出たよっていうのと、押し目売りまた出たよっていう、これ5日後ですよね。書いてます。っていうのはこれですよね。で、トレンドラインをブレイクしてきたわけですよ。で、まあこれもう後からの結果論なんですけど、ここで入ってたら完璧ですよね。っていうのでこれ押し目売りですよってことを書いてたんですけども、まさにですよね。青マスに当たって、横線赤い、キャンドル赤い。MA 赤い、MA の下、全部揃って次の確定から確定でエントリー。ストップここですよね。で、リミットここですよね。風にしてエントリーと。で、さらに再エントリーここですよね。さっき。という感じでエントリーしています。まあ今日はこんだけやっときゃいいんじゃないでしょうか。大体流れは分かったと思うんですよね。まず、トレンドライン引いて、フィブ引いて、壁見つけて、壁を抜けてきたらエントリー。壁で反発したらエントリー。エントリーのルールっていうのは、色合わせ。ダイヤ、矢印。青マスで決済。ストップを下げるとか、そういうことですよね。これがテクニカル分析と、PA チャートを使った裁量トレード。テクニカルトレードですよね。で、それと同時に、さっきの鬼ヶ島、TJK っていうこのルールがあるトレードをやっていっていただきたいわけですよね。特に負けてる人とか初心者の方っていうのは、この鬼ヶ島と TJK を信じて、とにかくひたすらやることです。で、それっていうのはきっと1年やってれば結果はついてきますし、1年やってみないとわかんないでしょうし、僕ら7年とかやってますからね。はい。7年でも全然、絶対短いですからね。はい。まあ、これからも、
まあ、僕の娘に次社長をやらせようと思ってるんですけど、っていうどん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 継がしていこうと思ってるので、チャートマスターはもっともっと精度を高めて年金運用とかそれぐらいまで行きたいんですけど、はい。なのでまあ長い目でやってみてください。でテクニカルトレードっていうのはまあ経験ですし、経験積めば積むほど上手くなっていきますし、システムトレードっていうのはこれはもう継続してできるかですから、止めないでできるか、これはもう投資の基本の一つのマインドですよね。システムを継続して走らせ続けられることができるかですね。まあそんな感じなんですけども、どうでしょうか。ここまで質問ありますでしょうか。喉渇いた、結構喋ったな。じゃあ質問待ってる間に、この SNS の面白い機能、ランキングとかね、面白いですよ。例えばこういう人たちのとこにアクセスがありますっていうね。で、例えばこうクリックして、で、お友達になりたい。この人に興味あるなとか、とりあえず友達になっておこう。って思ったら、このマイフレンドに追加ですね。マイフレンドに追加をクリックすると、お友達になりますので。で、あとは新着日記っていうところをクリックすると、これ誰でも、誰の日記でも、このSNS 内で書かれた日記なら読めますので、まあ、こまめに、まあ、1週間に1回ぐらいはぜひチェックしていただきたいなと思います。この新着日記に関しては。はい。質問大丈夫そうですね。まあ、そんなわけでじゃあ、今の話をしておかなくちゃいけませんね、ポンド円。ポンド円、今の話。まあ、なんでポンド円かって別にそんな理由はないんですけども、まあ、この前からそのトリプルトップを見てたからっていう、ぐらいですかね。今の話をしなきゃいけないですね、今の話。まあ、これ反転の兆しが出てきましたね、今60分なんですけども。ちょっとじゃあ 6S 見に行きましょう。 6S、で PA チャートには、いろんなチャートがあって、この 6S っていうチャートで反転を見るんですよね。こうやって今青マスに止まってて反発しそうだなっていうところですよね。こういうところで 6S を見ると、でトレンドが出てるな、例えばこういうところですよね。跳ね返ってサイン出て、こういうところですよね。トレンドが出た後取るのがこの RF というチャートなんですね。で、このチャートを使い分けてトレードしていけたら、まあ反転、まあトレンドフォローでも、アンチトレンドもどうでも両方取れるよっていうことなんですよね。そうかそうか。で、これ、黒いトレンドラインを抜けたら買いだったんですよね。で、買いだったけどサインが出なくて、まあここで出たのか。で、一回損切りにあってっていう感じですよね。で、逆に上に転じてきたっていう。なぜならこの緑のトレンドラインを割ったからですよね。で、サインが確定したからですね。で、まあこういうフィグをきっとターゲットが見えると。なるほど。で、こういうトレンドをまたビデオを撮りますけども、テクニカルトレードのシステムのトレード、ビデオを撮りますけども、これトレンドのブレイクアウトでフィブ引いて、その後にこの618に、ターゲットの618に触るっていう確率が90何パーセントあるわけですよね。なのでこの618行きましたよね。っていうのも覚えておくと、このテクニカル分析っていうのは全然やりやすくなりますし、はい、なります。で、今の話をしないといけないわけですよね。ちょっと見にくいな、だけど。これ消しましょうか。でもこのトレンドラインもいらないですよね。あ、もうあと5分、10分ぐらいですかね。まああと、長くても5分ぐらいでもう終わりますけど、ちょっと喋りすぎですね。まあ特にっていう感じですよね。これも抜けてきたから消さなきゃいけないし。これ今下から引いた茶色い HSI なんですけども、
短期で取ったんですよね。で、その短期を割ってきちゃいましたね。消さなきゃいけないですよね。そうすると見やすくなってきたと。まあ、初始貫徹ってやつですよね。この元々ある線を狙っているっていう感じで。で、今60分見てたんですけど、6S はもともと15分ですよね。15分見て。で、バンド付け抜けて、壁に触れて、矢印出てペイントキャンドル出てますよね。あとは、この右上、これも今一致してますよね。というわけで今、反転の線が出ています。なので、もう少し上がりそうですよね。あと20ピップぐらい上がるんじゃないでしょうか。10ピップとか。まあ、この91までですよね。とりあえず91まで上がるんではないかと。思います。はい。で、ストップはもうタイトストップですよね。ここですよね。4、3。20ピップとか。そのぐらいです。で、この左下の3分がクロスしてきて、矢印出てきたら買い増しですよね。で、そうしたらこの240分が緑になってきて、今キャンドル緑になってきましたね。これトレンドなんです。240分が一致したらトレンドができたということで、ことです。そしたらこの横線も両方緑になります。そしたらもうこの左下の3分ももう矢印は出てます、どんどん。で、この15分の方もどんどん上がってきてます。これでトレンドができたよっていうことなんですよね。そしたら点々、RF 見て、この10分と10分で点々なんですけども、これが両方一致したらトレンドに乗っていくと。で、今、全然ですよね。点々が全然ですよね。ルール全然ですよね。なぜならこの MA、これ240分のトレンド見てるんですけど、これの 下ですよね。MA の下ですので、売りですよね。なのでまだ反転かもしれないけど、トレンドには発生はしていないよということなんですね。なのでこの MA の上に来たら、初めてトレンドが発生して、点々でもトレードできるというわけです。まあこの辺も SNS に載ってますので、見てください。いや、結構今日喋りましたよ。結構内容いろいろやりましたんで、皆さん混乱してしまうんじゃないかというぐらいやったんですけど、まあまとめると、リスクコントロールですね。リスクコントロール話しましたよね。投資の基本で、ポジションサイジングとロスカット。これを学んでいきましょう。そして、レバレッジのかけ方、正しいかけ方やりましたよね。リターンを増やすのを考えるんじゃなくて、まずリスクを減らして、そこにレバレッジをかけていきましょうよ。で、あとは、鬼ヶ島やって、TJK やりました。これはもうひたすらやり続けることですよ。途中で止めたら、過去と同じ成績は出ませんよ。そして、テクニカル分析ですよね。フィボナッチ、HSI。トレンドラインの話しました。もうこれも経験です。そして、チャートの付け方ですね。PA チャートの流れ。6S で反転が出ました。そうしたら60分チャート、15分チャート、左上の15分チャートで矢印が出ました。バンドを突き抜けて矢印出ました。右上の60分の色が緑になりました。左下の3分が矢印出ました。ここまで来て買い増しです。そうしたら、右下の240分も緑色になってきました。横線も緑です。これでもうトレンドフォローになりましたよ。じゃあ RF 行きましょう。点々やりましょう。点々を見るのは色合わせです。そして MA の上にあるか。MA は240分のトレンドを見てます。これの上にないと買ってはいけません。上にあったら買いです。という流れができて、初めてその反転からトレンドができた。まあ、すべて全部取れるってわけですよね。反転から、まあ、うまくいけばですよ。それが当たれば、もう丸々取れるわけですよね。反転から最後まで全部取れるっていう。でもその反転、つまりアンチトレンドですよね。トレンドと逆の方向をやるわけですから、つまり逆張り。これはいわゆる難しいと言われるやつですよね。なので経験とかそのテクニカルとか HSI、FIB、壁を見つけなくちゃいけないし、だから経験が必要。だからいきなりやるのは難しいから、鬼ヶ島、TJK っていう、まあ、誰でもできる
結果が出ているこのトレードをやっていきましょう。やりながら経験を積んでテクニカル分析、PA チャートを使ったこのテクニカルトレードをマスターしていきましょうっていうのが、という感じですね。はい。どうも皆様お疲れ様でした。質問がないようでしたら、今日はロンドンセッションはここでおしまいにしたいと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ハルさん、ありがとうございます。また。はい。こういう、スコットの動画とかも、日本語に訳して出していきますので、楽しみにしていてください。じゃあ、今日はそんな感じですかね。こうやっていっぱいスコットの動画ありますんで、こんなブワーってありますんで。はい。そんな感じで、じゃあ、今日はまた僕夜10時からニューヨークセッションやりますので、お時間ある方はぜひ、いらしてください。それではどうもありがとうございました。根崎ゆうきでした。それでは失礼します。また夜です。さよなら。